山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。濃州研ぎの味どころ給仕、板村明彦さんにお話を伺いました。明彦さんは研ぎ町生まれ、6人兄弟の5番目、中学高校では柔道をやっていました。卒業後調理師になりたいと大阪梅田の日本調理師学校に進学、フランス料理や洋食を学び栄養士の勉強もしました。そして東京銀座のマキシム・ド・パリで働きたいと思って東京へ行きました。サービスの一番下、コビからのスタートです。サービスを経験して調理場に入ろうと思い頑張りました。明彦さんは調理師になりたいという気持ちが強く、マキシムの調理師だった人を紹介してもらい、いろんなことを教えてもらいました。そんな最中、交通事故に遭ってしまって研ぎの実家に戻って養生していました。マキシムの知り合いから連絡があって、フランスから帰ってきたシェフが銀座でやっている店で働かないかと言われ、サービスやバーテンダーとして勤め、それから様々なお店を経て横浜プリンスでオープンに向けてのマニュアルを作り、ステーキハウスとイタリア料理のサービスとマネージャーを兼務しました。その後、磯子プリンス、横須賀プリンスと新しいことにも挑戦し、そして赤坂横浜プリンスの幕締めを任されて改めて思いました。お客様からお声をかけていただいたり、笑みを見せてくれて、それが自分たちの笑みになっていたんだと感謝で胸が熱くなりました。それから時を重ねて2022年10月に研ぎに戻ってきました。実家には94歳のお母さんがいて、お前は何の仕事をするんだいと言われて考えました。研ぎ出身の3人を集めて料理を作り、明彦さんはオーナーとしてサービスをします。2024年2月1日に開店をする予定でしたが、能登半島地震でお店の一部が半壊したので、3月18日にやっとオープンすることができました。地元の方が来てくれて、やっと開いてくれたか、温かいものが食べれて嬉しいよ。その中の一人がさつまいも農家で、翌日店の玄関に紅はるかが山積みにしておいてあったそうです。温かいお話をありがとうございます。みんなで能登を守っていきましょう。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。